エスケープザ・フェイトエスケープザ・フェイトとはアメリカ合衆国ネバダ州ラスベガスにて結成されたポストハードコアバンドである。クレイグとはサイドプロジェクトのザ・デッド・ラビッツを組んでいる。2004年あたりにちょうど前のバンドが解散して新しいバンドを結成しようとしていたロニーとマックスがマイスペースにてバンドメンバーを募集。そこに かつて、ラブヘトヒーローという名のスクリームバンドに在籍していた、ブライアンが、そして、その後に、オマール、ロバートが加入した形で結成された。2005年には、マイ・ケミカル・ロマンスが判定を下す地元の、ラジオ番組の音楽コンテストにて、見事優勝。この褒美として、人気パンクバンド、アルカライントリオ等とのヘッドライナーツアー券を獲得した。その後、 大手インディーズレーベルのエピタフレコーズと契約を結ぶ。2006年5月には、彼らのデビュー作となる、5曲入りファースト EP、The ズ a r シ、no、ンパシ Sympathy for the Red をリリース。直後には、ファーストアルバム、Dying イ i ユア Your Latest ンを発表した。それから間もなくして、ボーカルのロニーが、麻薬中毒、および暴行罪の容疑で、執行猶予付きの有罪判決を言い渡され、 刑務所に2年間服役することになったため、バンドから追放された。2007年、ギタリストのオマールがバンドを脱退。2008年になると、新ボーカリストに、人気スクリーンもバンド、ブレスタフォールに在籍していたクレイグ・マビットを迎え入れ、ニューアルバムのレコーディングを開始。ディスゴーイズアワーズと名付けられた、このアルバムは、10月21日にリリースされ。 全米アルバムチャートにて初登場35位を記録した。2010年7月にはメジャーレーベルの DGC インタースコープへ移籍した。11月2日にはセルフタイトルアルバムエスケープザ・フェイトをリリース。全米アルバムチャートでは初登場25位を記録。2012年3月マックスがバンドから脱退。その後、 ツアリングメンバーだった TJ とマイケルがバンドに正式に加入。その後、レーベル側からの過度な要求に嫌気がさしたとして、メジャーレーベルのインタースコープからの離脱を決意。同じインタースコープに所属していたパパローチが契約したこと、メタル、ロック界の重鎮マトリークルーが所属していることなどから、ハードロック系レーベルのイレブン・セブン・ミュージックと新たに契約する。 2013年5月14日、プロデューサーに、ディス・ウォーイズ・アワーズでも起用したジョン・フェルドマンを迎えた、フォースアルバム、アングレートフルがリリースされた。全米初登場27位。同年10月、マックスが復帰、また9月からツアー同行拒否をしていた、ブライアン・モンテ・マネーと、マイケル・マネーの脱退が発表。以前からサポートに入っていたマックスがベースとして復帰。これにより、 TJ がリズムギターになり、また新たなリードギターに、ケビン・スラッシャー・ガルフトが加入。クレイグ加入以降犬猿の中だったクレイグと前、ボーカルのロニー・ラドクが若い。両バンドがダブルヘッドライナーで2014年行われるツアー、ベリー・ザ・ハチェットツアーも決定した。2020年8月28日、新曲、ウォーク・オンを配信シングルとしてリリース。 同曲のメガボルトも公開。同年10月18日には、バイオリニストの臨時スターリングをフィーチャーした、新曲、インビンシブルを配信シングルとして、リリース、ベターノイズフィルムズが制作した、映画、ザ・リタリエーターズの映像を使用したメガボルトも公開。さらに、同月23日には、コンピレーションアルバム、クリスマス・オイズ・ベターノイズに、新曲、 クリスマスソングを提供。2021年2月19日、およそ3年振りとなるアルバム、Chemical Warfare をリリース。ありがとうございます。